マイケル・マーフィーは、アメリカ海軍のミサイル駆逐艦。r イ・バーク級ミサイル駆逐艦の62番艦。艦名はアフガニスタンで戦死し、名誉勲章を授与された、ネビー・シールズ所属マイケル・パトリック・マーフィー、海軍隊にちなむ。マイケル・マーフィーは2002年9月13日に、メイン州バスのバス鉄工所に発注され、r イ・バーク初代艦長のジョン・モーガン中将が、 最初の講罪を切断した。官名は、ドナルド C ・ウィンター海軍長官が2008年5月8日に、決定し、2010年6月12日で帰港、マーフィーの誕生日である2011年5月7日に、モーリーン・マーフィーによって、命名、浸水、2012年10月6日に襲撃した。モーリーン・マーフィーとエド・ウィンバード。 帰公式で後半にサインを行うマーフィーの家族。2010年6月18日、帰公式で家族が後半にサインを行った。プレートは船体に取り付けられた。マーフィーは2005年6月にアフガニスタンで行われたレッドウィング作戦で戦死し、名誉勲章を与えられた。彼はベトナム戦争以来の名誉勲章を受賞した海兵であった。 浸水後、マイケル・マーフィーは、カンドック入りし、偽装に数ヶ月が費やされた。9月9日、10日に、カンは、ニューポート海軍基地において、海軍関係者及びその家族に公開された。10月1日、収益式典のためニューヨークに移動、式典は6日に行われ、収益後は、真珠湾を母校とする。最初の国際的な気候で、 バルバドスに到着し、ラリーエル・パルマー大使によって導かれた水兵たちは、バルバドスの子供たちを助けるためボスコベレ小学校、及びクイーン・エリザベス病院を訪れた。2013年5月23日には、艦長の交代が行われ、トーマス・イーシュルツ中佐が退任、ジェイ・ターナー中佐が着任した。2014年2月28日、カナダ海軍の補給艦、 プロテクチュールが、真珠湾北東340海里の海域で火災を起こす。マイケル・マーフィーはこれを救援するため救破された。2015年5月26日、この時の貢献が評価され、カナダ軍部隊勘定を授与された。2014年7月7日、リムパックに参加するため、真珠湾を出港。8月1日の閉会式まで参加した。 2014年10月20日、第7艦隊と西太平洋で活動するため出港。これはマイケル・マーフィーにとって初めての西太平洋での任務となる。ありがとうございます。